こんにちは、授業準備 TV の梅子です。日々お忙しくされている先生方、昨今働き方改革という言葉を耳にすることが多いですよね。しかし先生としての仕事量はまだまだ多いです。公務の効率化を進めて一つ一つの作業を早く終わらせるためにはと定時体験を目指して試行錯誤されている先生方も多いのではないでしょうか。そこで今回は投稿者の先生にお寄せいただいた体験時間を早める、公務を効率化するために大切なことをご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。まず最初に大切なことは時間管理の重要性についてです。投稿者の先生は1時間を4つの15分に分割し、それぞれの時間で必ず終わる小さなタスクを設定しているそうです。例えば最初の15分で出席簿の入力と学級通信の印刷、次の15分で来週の部会資料の作成、その次の15分では子どもの良いところを見つけ、最後の15分では来週分の教材研究を行います。これにより一つの作業に対して達成感を感じながら効率よく仕事を進めることができるそうです。また途中で保護者対応や予期せぬ出来事が発生しても、次の日に回せるタスクと回せないタスクを見極めることで柔軟に対応できます。基本的には明日やっても大丈夫な仕事を今日やっておくという意識で公務を進めることがポイントです。そうすることで週末に慌てることなく余裕を持って仕事ができるようになりますね。次に大切にするべきことは考え方の改革です。別の投稿者の先生は時間をかけることが良い仕事につながると過去に考えていたこともあったそうですが、それは大きな誤解だったと感じているそうです。働き方改革は個人個人の先生方の考え方を改革することも大切です。仕事に長時間を費やすことが価値ではなく、効率的に仕事を終わらせ定時に帰ることがむしろ良い結果を生むことがあります。投稿者の先生は毎日17時に待機にする習慣を1週間続けることで意外といけるぞという感覚が生まれてきたそうです。早く帰ると事前に決めておくことにより効率的に仕事を進める意識をするようになりますし、家に帰ってからの余暇を楽しめるため心と体のリフレッシュにもつながります。考え方を変えることは行動を変えることでもあります。まずは行動してみて、その結果として考え方も自然と変わっていくこともあります。難しい内容を一度に変えようとせず、まずは1週間いつもより1時間早く帰るを目標にしてみてはいかがでしょうか。今回は退勤時間を早める、公務を効率化するために大切なことをご紹介しました。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。